転車。甲斐市のあるところに太郎くんという自転車に乗ることが大好きな小学5年生の男の子が住んでいました。ある日のこと、太郎くんのお父さんが太郎くんに言いました。太郎、今までの自転車小さいだろうから新しいのを買ってあげるよ。太郎くんが嬉しくなって、お父さんありがとうと大喜びしました。お父さんはそんな太郎くんに言いました。太郎、これだけは守ってね。自転車で出かけるときは安全に乗ること、事故に遭わないこと、約束守れるかな。もちろん大丈夫だよ、俺も5年生だよ、安心してよ。果たして太郎くんはお父さんとの約束を守れるでしょうか。新しい自転車は真っ赤な自転車で、太郎くんはとても気に入りました。かっこいいな。そうだ、健太に見せに行こう。太郎くんは新しい自転車を友達の健太くんに見せるために早速自転車に乗ることにしました。お母さん行ってきます。太郎くんが自転車にまたがって自転車を漕ぎ出そうとすると、太郎くん、そのまま自転車に乗って出かけるの？どこからともなく声が聞こえてきました。え？俺のことを呼んだの誰？太郎くんが不思議に思っていると、太郎くんの影から、ここだよ、太郎くんの影だよと、太郎くんの影から謎の茶色い犬が飛び出してきたのです。お化け？犬のお化け？太郎くんはびっくりして大声を上げました。すると影は言いました。僕は八幡犬、太郎くんが安全に自転車に乗れるか見てくるように神様に言われてきたんだ。八幡犬？お化けじゃないの？お化けじゃないよ、驚かせてごめんね。ところで太郎くん、自転車に安全に乗るようにお父さんと約束したんだよね。お化けじゃないと分かった太郎くんは安心して八幡犬に言いました。そうだよ、事故に遭わないように安全に乗るってね。そうだよね、じゃあ自転車に乗る前に点検はしたかな。太郎くんは不思議に思いました。え、だってこの自転車新しい自転車だよ、点検なんかしなくても大丈夫だよ。八幡犬は厳しい顔をして太郎くんに言いました。どんなに新しい自転車でも乗る前にタイヤの空気が入っているかな、ライトはちゃんとつくかな、サドルは高すぎたり低すぎたりしないかなって点検しないといけないよ。乗ってみてからブレーキが効かないって気づいたら事故を起こしてしまうかもしれないよ。うん、そうだよね。それにもしも事故に遭った時にヘルメットをかぶっていれば頭を守ってくれるよね。ヘルメットはかぶらないと。あ、ヘルメットうっかりしてたよ、ついつい忘れちゃうんだよな。タイヤ OK、 ブレーキ OK、 太郎くんは八幡犬と一緒に自転車の点検をしてヘルメットをかぶりました。これで完璧でしょ。うん、これで自転車に乗れるね。じゃあお友達の家に行こう。あ、太郎くん、僕は他の人には見えないからみんなには僕のこと内緒にしておいてね。そうなの？分かった、じゃあ一緒に行こう。太郎くんは元気よく自転車を漕ぎ出しました。おい健太、わ、太郎、新しい自転車すごいかっこいいじゃんか。太郎くんは自慢げです。だろ？ところで実はさっき犬のお化け、あ、おっと、太郎くん、八幡犬のことは内緒ですよ。え、犬が何だって？いっけね、ちょっと約束だった。うん、なんでもないよ。それより公園でサッカーしようぜ。いいよ、俺すごい練習したからな、絶対負けねえよ。俺だってオーバーヘッドキックできるようになったんだからな、勝負ね。こうして2人はヘルメットをかぶって自転車でドラゴンパークへ向けて出発しました。ケンタ、昨日のワンピース見た？見た見た、ルフィがさ、二人はテレビの話で大盛り上がり。けど、あれあれ、二人とも並んでおしゃべりをしながら走っていますよ。これっていいのかな？車の運転手さんもなんだか迷惑そうです。自転車に正しく乗れるみんななら、太郎くんと
と健太君の乗り方がいいか悪いか分かるよね。太郎君、太郎君、あれなんで親方いるの？健太君と並んで楽しそうだけど、この乗り方でいいの？え、並んで走った方が健太と喋りやすくていいじゃん。それに車もそんなに通ってないし、車があんまり通っていないからっていいというわけではないんだ。自転車は軽車両って言って自動車と同じ車の仲間なんだ。だから車と同じように左側を一列で走らないといけないよ。もちろん信号も守らないでね。太郎くんがびっくりした様子で屋台に聞きました。え、自転車がお父さんたちが運転する車の仲間なんだ。知らなかった。つい話すのに夢中になったけど、いつれ一列で走らないといけないんだね。そうだよ。その他にも傘差し運転やスマートフォンをいじりながらの運転、イヤホンをして外の音が聞こえないような状態で運転することもいけないよ。もちろんお酒を飲んで運転することもダメだよ。車だからね。もしもルールを守らずに運転するとおまわりさんに捕まっちゃうこともあるんだよ。俺は子供だからお酒は飲まないけど、自転車にもいろんなルールがあるんだね。あ、やだよ、子供は走っちゃダメだ。そうだね。でも太郎くんみたいに13歳にまだなっていない子や70歳より上のおじいちゃんおばあちゃんは歩道を走ることも認められているよ。でもこれを見てほしいんだ。自分が走るためにベルを鳴らして歩いている人をどかして走っている人がいるね。うん、歩いている人がびっくりしてる。俺はいいのかな。太郎くんが悩んでいると八幡犬は言いました。歩道は歩く人のための道路だから、歩道を走るときは道路側をゆっくり走ることが必要だよ。歩く人の邪魔をしないように、危ないと思ったら自転車が一旦止まって歩く人に道を譲ってあげないといけないよ。自転車は免許がなくても乗れるけど、人にぶつかったらどうなるかな。自転車は車の仲間だし、ぶつかったら大きな怪我をすると思う。そうだよね。事故を起こしたら怪我だけじゃなくて、もしかしたら死んじゃうかもしれないんだ。だからちゃんとルールを守って運転しないといけないよ。え、死んじゃうの？絶対嫌だ。俺自転車のルールちゃんと勉強して乗るようにするよ。そうしないと新しい自転車がかわいそうだもん。そうだね。これで太郎君は正しく自転車に乗れるね。僕いつも見守ってるよ。そう言って八幡犬は太郎君の陰に戻っていったんでした。ただいま。おかえり太郎。お父さん、お母さん、俺自転車のルールちゃんと勉強するよ。それでこれから事故に遭わないようにちゃんと乗るよ。太郎君がそう言うと、お父さんとお母さんがびっくりして太郎君を見つめました。うん、太郎いい心がけだね。でも急にどうかしたんだよ。何かあったのかい？それは太郎君と八幡犬の秘密の話です。はい、ということで、太郎君と新しい自転車という物語を読みました。はい、でみんなも